これは数年前、俺の実家が、リフォームしていた時に起きた出来事です。実体験のため、わけがわからない点、スマホのメモ帳に書いてからの文のため、読みづらい点、誤字、打文などあると思います。話も長いですがご了承ください。築年数も経ち、ガタが来ていた実家を、改装することに決まった、4人家族ですが、親父は単身赴任、兄はすでに結婚して実家を出ていたので、ほぼ家には母と私の二人暮らし状態でした。リフォームはまずは一階からで、その間、アパートを借りて住むことも考えましたが、それほど生活に余裕があったわけでもないこともあり、一階を改装している間は二階で生活をして、一階の改装が終わり次に二階の改装中は、一階で生活することにした。二階には二部屋あり、元から私が使っていた部屋に、私が、空いていた部屋に母が生活することになった。あらかた荷物を外の倉庫や2階に運んだが、一つだけどちらの部屋に運ぶか悩んだものがあった。仏壇だ。正直、仏壇をこれから半年以上も、自分の部屋に置いて生活するのは気が引けた。しかし、母の生活する部屋は狭くて、とても仏壇を置く場所がなかったため、泣く泣く私の部屋に仏壇を置くことになった。とはいえ、罰当たりなことを言うようだが、やはり毎日仏壇を見ながら生活するのは、気持ちの良いことではなかったので、あまり使用してない私の部屋の、押し入れにしまうことにした。今考えるとこれがいけなかった。最初は私が部屋にいる時のみ、押し入れの戸を閉め、それでも一応線香をあげたり、手入れをして生活していたのだが、1ヶ月も経つと、開け閉めが面倒になり、常に戸を閉め切った状態にしてしまっていた。さらに私は片付けが苦手で部屋は洋服やら、ゴミやらで散らかり、仏壇の入った押し入れの戸の、前もそれらに覆われ、半分くらい塞がれた状態になっていった。閉め切った状態からしばらく経ち、仏壇がそこにあることすら忘れかけていた頃、異変は起き始めた。それは人生初の金縛りから始まった。夜中になりなんとなく寝苦しさを感じ目が覚めた。何事かと思い、暗い部屋を見渡して再び眠ろうとした時、急に体が動かなくなったって驚いた。本当に体が動かない目は開き、眼球は動かせるのだが、手は全く動かないよく怖い話とかで聞く状態そのものだった。私やっべえ、どうしよう、とパニックになりかけていたその時、仏壇がある押し入れの扉がコンッと、一回叩かれた音が聞こえた気がした。私へ？って思っていたその直後、金縛りは解けて体が動いた。夏でもないのに嫌な汗を体中にかき、気持ち悪かったのをよく覚えている。だがその日はそれだけで終わったため、仕事で疲れていたのだろうと思って、すぐに再び眠りについた。それから数日が経ち、そんな出来事も忘れかけていた頃、またそれは起こった。夜中に目が覚め、嫌な予感が全身に走った。今回は仏壇がある押し入れの中から、何やら視線を感じるのだ。幸い押し入れには背を向けて寝ていたため、そちらの様子はわからない。
だがなぜか得体の知れない何かが、こっちをじっと見ている感覚が確かにするのだ。嫌な汗が全身に染み出してくる。と同時に金縛りが襲ってきた。私も、またか。体が動かず必死にもがいていると、前回とは様子が明らかに違った。押し入れの中からコン、コンと、二回と叩く音が聞こえ、そして何か、もごもごと誰かが囁いているような声が聞こえてきた。男なのか女なのかはわからないが、もごもごと何かをつぶやいている。もうこれは気のせいなんかじゃない。助けて、と声は出せないがさらに必死にもがいた。しかし、金縛りは解けない。もごもごもご、という声が必死の抵抗の中、少しずつ何を言っているのか聞き取れるようになってきていた。もごもろ、ケロ、開けろ、開けろ。はっきりとそれが聞こえた瞬間との内側から、なんと思い切りと叩く音が聞こえた。と同時に、ギュイーン、と何やら甲高い機械音が火中になり響いた。ははこれ何の音なの？こんな夜中に近所迷惑だし、ちょっとあんた様子見てきてよ。と無責任なことを私に言い放った。私知らねえよこっちが聞きてえわ。と先ほどのこともあり、内心ビビりまくっていた私だったが、確かに凄まじく近所迷惑なくらいの爆音は源になりまくっている。この回音の正体を勇気を振り絞り確かめに行くしかなかった。護身用に持っていた、修学旅行の土産の木刀を握りしめ、ガクガク膝を震わせながらも一歩一歩、一階に続く階段を踏み出した。階段の真ん中くらいに着いた時、我が家にはちょうど階段から廊下、そして茶の間を見渡せるような小窓がついたので、恐る恐る人階の様子をそこからそーっと覗き込んだ。音の正体を知り、私は少しだけほっとした。なんてことはない？人階を改装している大工さんの工具で、詳しくはわからないが丸の子ってやつが、暗闇の中スイッチのボタンを黄色く光らせながら動いていたのだ。おそらく日中に大工さんがスイッチを切った時に、切るボタンが甘く中途半端な位置で止まってしまい、それが何かの拍子にスイッチがオンになってしまったのだろうと、半ば無理やり思い込み、駆け足で人階に走り降り、黄色く光るスイッチをオフにして丸の子を止めた。丸の子は普通に停止した。音が闇ほっとしていた私を、再び恐怖へと引きずり戻したのは母の悲鳴だった。先ほど私が覗いていた小窓から心配していた母が、こっちを覗き込んで私の行動の一部始終を見ていたらしい。母ギャヤーまるまる後ろ後ろ、最も聞きたくなかったセリフだった。私は一瞬固まり、脳裏に想像したくない化け物の姿がよぎりながら、心底振り向きたくなかったが、反射的に後ろを振り向いてしまった。が気持ちとは裏腹にそこには何もいなかった。だが母は叫び続けている。私何？何もいないじゃんか。と焦っていると、母後ろこコンセント見て、嫌な予感がしたが、私は伸びるコンセントの先を目で追った。予想通り、コンセントは抜けていた電源が入るはずがなかったのだ。その途端に再び予感が体中に走り、私はこけそうになりながら二階へと駆け上がった。母も半泣きになりながら、
母なんなの？なんで動いてたの？と反響欄になっていた。私俺が知るかよわけわかんねえ。とかなり取り乱していたと思う。母の部屋で母に、今まで私の身に起きたこと、先ほどまで金縛りに遭い、押し入れの戸を叩く音が聞こえたこと、開けろと声が聞こえたことなどをすべて話した。母の表情が一瞬曇り、母今すぐ押し入れを開けて線香をあげなきゃ、と言った。私は正直押し入れを開けたくなかったが、こんな現実離れした現象が実際にこの身に起きたことから、朝になってからでよくね、とは言えなかった。恐る恐る私の部屋に戻り、押し入れの前の服やゴミをすぐに片付けて、押し入れの戸に手をかけた。一呼吸置いた後、ゆっくりと戸を開けた。すっと戸が開いて中が見えてきた。中を見て再び驚いた。そこには顔が、とはならなかったが、中がぐちゃぐちゃに散らかっていた。線香の灰もそこら中に撒き散らしてあり、そこにあった母の父親の写真も倒れて写真立てのガラスも割れていた。すぐに母と中を掃除して写真立ても家にあったものと交換し、線香をあげてを合わせて心の底から謝った。いくら仏壇を粗末にしていたとはいえ、こんなことが本当に起きるなんて、オカルトを信じない私は考えもしなかった。その日を境に、押し入れの会議はなくなった。と言いたかったがそれでは終わらなかった。毎日線香をあげれば大丈夫だろうと思い、さすがに夜は今まで通り戸を閉めて寝ていた。しかし私はその数日後、また同じように金縛りに遭い、終わったと思った油断からか仏壇の方向を向いて寝てしまっていたため、見てしまった。かすかに戸が開き、そこから、こちらを覗いている押し入れの半分はあるであろう。無表情であり得なくらい巨大な顔を。